イデコは本当にやった方がいいのか。こんにちは、投資アカデミアのアッキーです。投資をやりたい方はイデコをやるのか、積み立てNISAがいいのか悩む人が多いです。今回は超初心者向けにイデコについて徹底解説をします。イデコをまだやっていない方、これから初めて資金を増やしたい方はぜひ最後までご覧ください。イデコのメリットとデメリット、イデコとNISAの違い、イデコでおすすめの投資信託など超初心者向けに解説をしていきます。今回は知らないと本当に損をするイデコの知識を6個解説していきます。1個目、イデコとは何か。確定拠出年金、イデコ、私的年金制度、これら3つは全て同じ意味です。確定拠出年金と聞いたらイデコだと思ってください。私的年金制度と言われたらイデコだと思ってください。イデコとはあなたが任意で積み立てた掛け金を60歳以降に受け取れる制度のことです。運用先は自分で選ぶことができます。そのためリスクを取ってハイリターンを狙うこともできます。また手堅く運用することもできます。確定拠出年金であるイデコが制度化されたのは2001年です。もともとは会社員だけが対象でした。しかし現在は20歳以上60歳未満の全ての人が利用できるようになっています。確定拠出年金はイデコと言われることが多いため、ここからはイデコとして説明をしていきます。イデコの特徴は3つあります。その3つとは、受け取りは60歳以降、運用先はある程度自分で選べる、20歳以上60歳未満であれば誰でも利用できる。この3つの特徴をまずは理解してください。2個目、イデコの5つのメリット。イデコはほとんどの人が活用した方がいい制度です。その理由は5つあります。イデコのメリット5つをしっかりと押さえてください。その5つとは、掛け金が全額所得控除になる、運用中は非課税で再投資できる、退職所得控除が使える、差し押さえ禁止財産扱いになる、自動で積み立て投資が可能。この5つです。それぞれ解説をしていきます。1つ目、掛け金が全額所得控除になります。これは非常にいいメリットです。所得控除とは、毎年の所得税や住民税を計算するときに所得から差し引けるものです。差し引けるものが多くなれば多くなるほど、あなたが払う所得税や住民税が少なくなります。つまりあなたのお金が残るってことです。会社員の場合、給料の一定金額が給与所得として課税対象になります。しかしこの給与所得から所得控除を差し引いた上で税金の計算がされます。配偶者がいる人は税金が少なくなります。イデコによって積み立てをしていると、納めるべき所得税、住民税が安くなります。簡単に言うと、所得控除が増えれば所得税や住民税が減るってことです。イデコを利用して投資をすると、儲けが出ても出なくてもそれだけ節税ができます。所得税と住民税を合わせると税率は 15% から 55% です。年収が高い人は 55% も払っています。毎月1万円イデコで投資をすると、年間1万8000円から6万6000円も節税できるため、非常にお得です。イデコを使えば掛け金が全額所得控除に使えることをしっかりと押さえてください。2つ目のメリット、運用中は非課税で再投資できる。普通は株式などの配当金をもらうと 20.315% の税金がかかります。しかしイデコを利用していれば 20.315% を払わなくていいです。つまり非課税になります。そしてイデコ運用中の利益は自動的に再投資に充てられます。例えばイデコで A という投資信託に投資をしていた場合、 A から出る運用益は自動的に A を買い増すために使われます。再投資がされると、複利の効果によって将来の受け取り金額が増えます。どんどんあなたのお金が増えるってことです。運用中は非課税で再投資できる、しっかりと押さえてください。3つ目のメリットは、退職所得控除が使えます。イデコを引き出すときに一時金で引き出すと退職所得控除が受けられます。これも非常にいいメリットです。退職所得控除は勤続年数に応じて増えます。例えば30年間掛け金を積み立てていた場合、1500万円までが非課税になります。ただしこれは勤め先の退職金との合算での枠です。退職金の受け取り額が大きい人は受け取り時期をずらすなどの対応が必要です。
現状では60歳でiDeCoを受け取って65歳で退職金を受け取れば両方退職所得控除を受けられることになります。退職所得控除を使うことで支払う税金が減るため手残りのお金がたくさん残ります。4つ目のメリット、差し押さえ禁止財産扱いになる。iDeCoは差し押さえ禁止の財産の扱いになります。例えばあなたが破産した場合、貯金や不動産などの財産は差し押さえられてしまいます。一方、iDeCoの積立額は年金扱いのため資産保全されます。法的に差し押さえられることはないです。老後の生活が最低限防衛されるため、一種の生活防衛資金として考えることもできます。特に仕事が安定しない場合は大きな意味を持ちます。もしあなたが借金が返せなくなって破産してしまったら、差し押さえの対象としてマイホーム、マイカー、給料などは差し押さえられてしまいます。しかし、iDeCoの積立金は差し押さえ対象外になります。これも大きなメリットです。5つ目、自動で積立投資が可能。iDeCoは手続きをすると、あとはほったらかしで積立投資ができます。最初に設定した金額を払い出し年齢の60歳まで積み立て続けることができます。投資にあまり興味がない人でも継続投資ができます。もちろん途中で積み立て額を減額したりストップすることも可能です。ただしあくまでも年金のため途中でやめた場合でも払い出し年齢の60歳まで引き出すことはできないです。これはiDeCoのデメリットでもあります。3個目、iDeCoのデメリット2つ。iDeCoはメリットが5つあります。しかしデメリットも2つあります。1つ目のデメリットが60歳までお金を引き出せないことです。そして2つ目のデメリットは毎月払い込める掛け金に上限があることです。ざっくり分けると自営業者、会社員、公務員、専業主婦の3つに分かれます。それぞれ毎月いくらまで投資できるか決められています。会社員の場合は勤め先が企業年金制度を実施しているのか、あるいは企業型確定拠出年金を実施しているかで投資できる金額が変わります。自営業者の人は絶対に利用してください。僕が自営業者であれば真っ先にiDeCoを始めます。自営業者のiDeCoの上限は月6万8000円とかなり多いです。自営業者には退職金がないです。老後の公的年金も生活費として足りない可能性が高いです。自営業の人はiDeCoを利用して老後資金を蓄えておいてください。4個目、iDeCoにおすすめの証券会社。ではiDeCoで具体的にどのような商品を選べばいいのか、その前にiDeCoを利用する際に必要な手数料を理解してください。楽天証券の場合、代表的な手数料は3つです。1つ目、加入時の手数料、これが2777円かかります。2つ目が運用期間中の手数料、毎月かかります。積み立てありの場合167円からかかります。積み立てなしの場合は67円からかかります。3つ目は受け取り時の手数料です。振り込みのたびに432円かかります。この他にも投資信託ごとに信託報酬も負担する必要があります。普通に投資信託をするよりもコストはかかると思ってください。そして1点残念なお知らせがあります。それは対象となる投資信託に限りがあることです。楽天証券の場合、iDeCoで購入できる海外株式の投資信託は俵ノーロード先進国株式、インデックスファンド、海外新興国、ラッセルインベストメント、外国株式ファンド、楽天全米株式、インデックスファンド、楽天 VTI などです。米国株特化は楽天 VTI のみです。そのため楽天証券でiDeCをやる方は、iDeCの制度を利用して楽天 VTI に投資することをお勧めします。iDeCoは証券会社によって購入できる投資信託が異なります。もしあなたが EMAX SLIM 米国株式 S&P500 でiDeCoを運用したいのであれば、それが対象となっている証券会社を選ぶ必要があります。証券会社ごとに選べる投資信託が違うことをしっかりと理解してください。5個目、iDeCoとNISAは何が違うのか。iDeCoとNISAには2つの違いがあります。1つ目が資金の拘束力です。iDeCoは60歳になるまで引き出せないです。一方、NISAはいつでも売ることができます。お金の使い勝手の良さはNISAの勝ちです。二つ目は控除が使えるか使えないかです。iDeCoは所得控除の対象になります。一方、NISAは所得控除の対象にならないです。節税目的であればiDeCoの勝ちです。iDeCoとNISAは併用できるため、目的によって使い分けることをお勧めします。ちなみにNISAとは株式や投資信託を運用した場合に、そこから得られる利益を非課税にしてくれる制度です。これはiDeCoにもあるメリットです。
ここでは2つの違いをしっかりと理解してください。またNISAには一般NISAと積立NISAがあります。この2つの違いも理解してください。NISAは2014年にスタートした制度です。そして2018年から新しく積立NISAの制度がスタートしました。一般NISAと積立NISAの併用はできないです。どちらか1つにする必要があります。ではどちらがいいのか。一般NISAと積立NISAは非課税になる期間と積み立てられる金額が違います。積立NISAは年間40万円、非課税期間は20年です。一方、一般NISAは年間120万円、非課税期間は5年間です。積立NISAが長期投資向けです。一方、一般NISAは中期の投資向けです。一般NISAは難易度が高いです。そのためおすすめは積立NISAです。投資初心者の方は積立NISAから始めてください。なぜなら長期投資ができるからです。6個目、積立NISAの3ステップ。最後に積立NISAでやってほしいおすすめの3ステップを伝えます。その3ステップとは、楽天カードを作る、楽天証券に口座を開設する、楽天証券で積立NISAを設定することです。積立NISAを利用する人は楽天 VTI、EMAX スリム米国株式、SBI バンガード、S&P500 インデックスファンド、この3つがおすすめです。楽天カード、楽天証券のリンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひ登録してみてください。それではまとめいきます。1個目、イデコとは何か。イデコとは確定拠出年金のことです。私的年金制度のことです。イデコの特徴は3つあります。受け取りは60歳以降、運用先はある程度自分で選べる、20歳以上、60歳未満から誰でも利用できる。まずはこの3つを押さえてください。2個目、イデコの5つのメリット。掛け金が全額所得控除になる。運用中は非課税で再投資できる。退職所得控除が使える。差し押さえ禁止財産扱いになる。自動で積み立て投資が可能。一つ目が掛け金が全額所得控除になります。所得控除とは毎年の所得税や住民税を計算するときに所得から差し引けるものです。所得控除が増えれば増えるほど所得税や住民税は減ります。イデコに投資するだけであなたの所得税が減ります。毎月1万円イデコで投資をすると税率によりますけど年間1万8000円から6万6000円も節税できます。非常にお得な制度です。2つ目のメリットは運用中は非課税で再投資できる。イデコの運用中の利益は自動的に再投資に充てられます。再投資がされると複利の効果によって将来の受け取り金額が増えていきます。3つ目のメリットは退職所得控除が使えます。退職所得控除は勤続年数に応じて増えます。例えば30年間掛け金を積み立てていた場合、1500万円までが非課税になります。ただしこれは勤め先の退職金との合算での枠です。退職金の受け取り額が大きい人は受け取り時期をずらすなどの対応が必要です。4つ目、差し押さえ禁止の財産扱いになる。もしあなたが借金が返せず破産をしたら、マイホーム、マイカー、給料などは差し押さえられてしまいます。しかしイデコの積立金は差し押さえの対象外になります。5つ目、自動で積立投資が可能です。イデコは手続きをするとあとはほったらかしで積立投資ができます。ただしあくまでも年金のため途中で辞めた場合でも払い出し年齢の60歳まで引き出すことはできないです。3個目、イデコのデメリット2つ。1つ目のデメリットが60歳までお金を引き出せないことです。2つ目のデメリットが毎月払い込める掛け金には上限があることです。自営業者、会社員、専業主婦によって積み立てられる金額は違います。4個目、イデコにおすすめの証券会社。イデコを利用する際に必要な手数料が3つあります。加入時の手数料2777円、運営期間中の手数料、毎月積立ありの場合167円から、積立なしの場合64円から。受け取り時の手数料は振り込みのたびに432円かかります。そして一番残念なのが対象となる海外株系の投資信託に限りがあることです。楽天証券の場合米国株の特化は楽天 VTI のみです。5個目、イデコとNISAは何が違うのか。2つの大きな違いがあります。一つ目は資金の拘束力です。イデコは60歳になるまで引き出せないです。一方、NISAはいつでも売ることができます。二つ目、控除が使えるか使えないかです。イデコは所得控除の対象になります。一方、NISAは所得控除の対象にならないです。
お金の使い勝手の良さはNISAです。節税目的だったらiDeCoの勝ちです。iDeCoとNISAは併用できるため目的によって使い分けることをお勧めします。またNISAには一般NISAと積立NISAがあります。一般NISAと積立NISAは非課税になる期間と積み立てられる金額が違います。積立NISAは年間40万円、非課税期間は20年間です。一方、一般NISAは年間120万円、非課税期間は5年間です。おすすめは積立NISAです。積立NISAは長期投資向け、一般NISAは中期の投資向けです。米国株をやる方は長期投資をしてください。そのため積立NISAがおすすめです。6個目、積立NISAの3ステップ、楽天カードを作る、楽天証券に口座を開設する、楽天証券で積立NISAを設定してください。買う商品のおすすめは3つです。楽天 VTI、EMAX スリム米国株式 S&P500、SBI ヴァンガード、S&P500 インデックスファンド、この3つがおすすめです。iDeCoは非常にお得な制度です。非課税になる制度は、iDeCo、NISA、積立NISAの3つしかないです。この3つの制度の違いをしっかりと理解してください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。